こんにちは、鈴木です。今日もですね、パフォーマンスを上げるにおいてですね、必要な要素をね、お話ししていこうかなっていうふうに思うんですけども、今日はですね、何かっていうと、一生懸命やってるからパフォーマンスが上がらないんだよっていうね、ちょっと耳の痛いようなね、お話をしていこうかなっていうふうに思います。どういうこと？一生懸命やらなきゃパフォーマンス上がらないんじゃないの？って思ってる方にとっては、ん？っていう感じだと思うんですけども、基本的には人間の体っていうのはそういうふうになってるんですね。どういうことかっていうと、ここに2つあります。で、自分が実際に出そうとしている出力ってありますよね。いわゆるランニングをしようって言った時には多分 20-30% ぐらいの力でやろうだと思ってるでしょうし、で、実際にアップをしてって、だん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 スピードを上げていく時に、よし、次は6割だ、7割だ、みたいな感じでですね。そして、本番の時には 100%、ね、10割で頑張ろう、みたいな感じで、実際に出そうとしている出力ってありますよね。そしてこっち側は何かっていうと、じゃあ実際に出てるパフォーマンスはどうなのかってことですよね。っていうふうに考えた場合に3種類あるんですね。3種類。ね、どういう感じかっていうと、例えばです。ね、例えば、ね、私はね、70% の力で頑張ろうとしてます。まあ全力ではないですよね。全力ではなくて 70% くらいのね、力を出そうと頑張ってるわけです。じゃあ 70% の力を出そうとしたら、実際に 70% 出ました。っていうふうに、ね、自分が思ってる出力と、ね、実際に出てるパフォーマンスが一緒だよっていうことです。これは非常に楽です。これは非常にいい状態です。ね、何かというと、じゃあ 100% で頑張ろうとすれば 100% のパフォーマンスが出るっていう、一番いわゆる試合だったりとかに強い状態ですよね。試合だったりに強い状態です。要はイコールの状態ですよね。ね、70% で出ようとしてる。あれ、でもなんかすげえ今日すげえ速く走れたな、みたいな感じで、70% でやってるのに 85% ぐらいの出力が出たなんていう経験ってありませんか？結構軽くやったつもりなのに、あれ意外に出たぞ、みたいな。っていう時ってありますよね。これ非常にいい状態です。こういう時っていうのはパフォーマンスが伸びる時です。いわゆる自分の出力、自分が出そうと思ってるっていうものに対し、ね、体がうまく反応し、神経の流れが良くなり、ね、関節の動きが良くなりとかっていうさまざまな要素があったことによって、実際のパフォーマンスより、ね、自分が出そうとしているパフォーマンスよりも上がるっていう状態です。これ非常にいいです。こういう状態でパフォーマンスっていうのは伸ばしていかなきゃいけないっていう状態です。そしてもう一個が何かっていうと、70% 出そうとしたのに今日全然ダメだったわっていう日ですね。いわゆる自分で 70% 頑張ったのにあれっていう日ですね。100% で頑張ってるのに 60% ぐらいしか出ないみたいな感じですね。いわゆる 70% なのに 50% っていうダウンしてる状態です。これってのは何かっていうと、体が抑制って言ってブレーキをかけてる状態です。何らかの抑制をかけてしまって、自分が出そうとしている出力に対して下がった出力を出すっていう、そういう状態です。これ一番パフォーマンスが上がらない状態です。上がらない状態です。なので、あなたの今の現状がどこにいるのかっていうのをしっかりと把握した方がいいです。しっかりと把握した方がいいです。そして、ね、今回のタイトルのように、一生懸命練習しすぎるからダメなんだよっていうのは、基本的にここになってる可能性が高いからです。ね、ここになってる可能性が高いからです。一生懸命頑張るってことはですよね。一生懸命頑張るってことは、ね、すごくバテてる状態なのにまだやれみたいなことをね、言われている状態の時もおそらくあると思います、ね。そういう時っていうのは基本的には脳であったりとか体であったりとかっていうのは必ず抑制をかけます。ね、そんなに頑張らせてくれないんです。脳はそんなに許してくれません。なので基本的には出そうとしているパフォーマンスよりも低いパフォーマンスが出るっていう、そういう体になってしまってるっていうことです。なので基本的には余裕を持って練習をするっていうことをしない限り、ここには絶対にたどり着けません。ここには絶対にたどり着けません。そりゃそうですよね。だって一生懸命頑張ってる時点で100なわけじゃないですか。多分。100で頑張ろうとしてるわけじゃないですか。じゃあその時に120が出るかって言われたら、これなかなか出ないんですよね。なかなかそういう状態では出ないんですよね。こういう状態の方がですね、それを100まで上げたところで、100だった時に70ぐらいしか出ないんですよね。ではなくて、120% で、つまりパフォーマンスが上がるっていうことは、何かっていうと、この関係が形成できてる方じゃないと無理なんですよね。無理なんですよね。だから何かっていうと、この関係性が形成できてる方は、70を100に上げたら、85が120になる可能性があるってことですよね。70で70の方は何かっていうと
100% をやったら 100% が出ますよね。70が50の方っていうのは何かっていうと、100に上げたとしてもこれが70に上がるだけみたいな、そういう状態になってしまっているので、パフォーマンスというのは基本的にここの状態を作っていくっていうことが大事なんです。70でやってるのに85が出るっていう状態です。私はそれは何かっていうと、うまくなっていく感と呼んでますね。うまくなっていく感、あ、俺このままやってりゃ上手くなっていくなっていう感覚をつかませるっていうことが大事なんですね。当然ね、私がじゃあ24時間365日ずっと一緒についてるかって言われたらそんなわけないんですよね。そんなわけないので、やはりパフォーマンスっていうのはご自分で上げていただくっていうことをしなきゃいけないんです。じゃあ私は何をするんですか。上手くなっていく感をつかませてるってことです。つまりこの状態にさせてるってことです。で、70で85が出るっていう体をしてるってことです。なので、例えば70で70がスタートだった方がいるとしましょう。そこにですね、何らかの作用ですね、例えば体を変えていくであったり、運動システムをこういうふうにしてみましょうっていうふうにして変えることにより、70だったものが85まで引き上がるっていうことが達成できる可能性が増えるっていうことです。そうすると、この70で85っていうシステムができるので、その人が100まで頑張ってくれれば120に行く可能性が出てきますよっていうことです。この一生懸命頑張りすぎて70が50になっているっていう状態でどんだけ頑張っても申し訳ないですけど、パフォーマンスは上がっていかないよってことです、ね、そこに気づいてくださいってことです。そこに気づいてくださいっていうことです、ね、何か知らないですけどね、日本っていうのはね、一生懸命やるっていうことに対してね、かなり美学みたいなのがあるんですよね。一生懸命やらなきゃいけませんよっていうことがあるんですけれども、一生懸命の履き違いはしないでくださいね。一生懸命の履き違いをしないでくださいね。そこがポイントです、ね、全力を出すって言った時にも、全力っていうものを履き違えてる方が多いです。何かっていうと、全力で力むのが全力なんですか。違いますよね。違いますよね。各競技によって全力の定義も変わってきます、ね、全力の定義も変わってきます。そこが分かってくると、パフォーマンスっていうのはね、上げやすくなってくるので、基本的にはこの関係ですね、70なんだけど85っていうね、この関係を作っていくっていうことをね、目指してやってみてください。はい、以上です。